はい、S です。今回はオートミールダイエット、オートミールは食物繊維の黄金比、おすすめは炊飯器で炊けっていうことで、冬も通り過ぎてだんだん暖かくなってきたっていうことで、まあこれから徐々にダイエットをしていく人も多いと思うんですけど、まあそこでここ最近オートミールを使ったダイエットを始めた自分が体感したことをもとに、オートミールがダイエットに向いている理由っていうのを解説していきます。で、この動画で覚えてもらいたいこととしては、オートミールは食物繊維の黄金比を兼ね備えた食材であるっていうことと、まあ、おすすめは炊飯器で炊くっていうことなんですけど、まあそれに合わせてダイエットにおいてなぜオートミールをおすすめなのか、炊飯器でオートミールを調理する方法、おすすめのオートミールレシピについても紹介していくので、ぜひこの動画を最後まで見ていってください。じゃあ早速なんですけど、オートミールがダイエットに向いている理由っていうのがまず3つあって、1つ目がお米と比べて低カロリーっていうことで、2つ目が調理が楽で、3つ目が食物繊維が豊富っていうのがあります。じゃあまず1つ目のお米と比べて低カロリーっていうところから解説していくと、これはシンプルにカロリーを比較すると分かりやすいんですけど、茶碗1杯分のお米、まあ、150g に含まれるカロリーっていうのは250キロカロリーなんですけど、オートミール 150g に含まれるカロリーっていうのはたったの110キロカロリーで、カロリーはお米の半分以下なんですね。で、ダイエットに失敗するのが空腹に耐えられずについつい食べてしまうっていうことが理由としてあるのは言うまでもないんですけど、まあ、つまりオートミールであればお米の2倍の量を食べても低カロリーに抑えることができて、空腹の時間も減らすことができるので、まあ、ダイエットを成功させる確率も上げることができるっていうのがあります。じゃあ次に2つ目の調理が楽っていうところなんですけど、これご飯は炊飯器で約1時間かけて炊く必要があるんですけど、オートミールに関してはクイックオーツみたいに細かく刻まれているものであればレンジで 2-3 分、ロールドオーツって言って、あとカット加工がされてないものに関してでもガス火を使えば4分、炊飯器であればこれ15分ぐらいで調理することができるんですね。で、いくら体にいいものであってもこれ調理に時間かかるっていうことになると、食事管理の難易度をかなり上げてしまうことになるんで、で、このオートミールは手早く調理することができるっていうところに関してはダイエットをする上でかなり重要なんですね。っていうのが、まあ2つ目の調理が楽っていうところの説明です。で、次に3つ目の食物繊維が豊富っていうところなんですけど、で、これがダイエット中にオートミールを食べることをお勧めしたい最大の理由なんですけど、オートミールは腸内環境を整える上での食物繊維を黄金比のバランスで兼ね備えた食べ物なんですね。で、この黄金比のバランスっていうところに関しては後ほど解説するとして、まずダイエットにおいて腸内環境を整えることがどれだけ大事なのかっていうのを解説していくんですけど、まずダイエットを始めた直後に、まあ、食事内容だったり食事量を変えたっていうことで、まあ、このタイミングでお腹を壊したことがある人は結構多いんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、もしダイエット中じゃなかったとしても、まあ、普段からお腹を壊しやすい人とか、まあ、便秘になりやすい人っていうのは結構多分女性を中心に多いと思うんですけど、で、この腸内環境の悪化が原因で体調を崩してしまったり便秘になってしまうと QOL が下がってしまって生活のあらゆる面に支障をきたしてしまうことになってしまうんで、まあ、そもそもダイエットどころじゃないっていうふうな経験をしたことがある人は多いと思います。で、そこでおすすめなのがこの食物繊維をかなりバランスよく、あと加えて十分含んでいるオートミールをダイエット中に食べるっていうことなんですね。じゃあここから続けて、さっきのオートミールは食物繊維を黄金比で含んでいるっていうところの話に進んでいくと、まあ、そもそも腸内環境を整えるために知っておくべき食物繊維の摂取方法っていうのが、不溶性食物繊維と水溶性食物繊維を2対1の割合で、男性は1日に 21g、 女性に関しては 18g 摂取するっていうことがあります。で、まず不溶性食物繊維から解説していくと、まずこれ働きとしては水分を吸収して膨らむことで便の傘を増して腸の働きを活性化するっていう効果があって、で、不溶性食物繊維を多く含む食べ物は何があるかっていうと、食材 100g あたりで見ていくと一番多いのが大豆で 16.4g で、2つ目がスーパー大麦で 14.8g で、3つ目がアーモンドもしくはゴマで 9.3g で、4つ目が落花生で 7.0g で、5つ目にオートミール 6.2g っていうのがあります。で、次に水溶性食物繊維は、これ働きとしては便の傘を増して腸の動きを活性化するっていう風な効果があって、で、水溶性食物繊維を多く含む食べ物は何があるかっていうと、ラッキョが 18.6g、 スーパー大麦が 8.3g で、押し麦が 4.3g、 オートミールが 3.2g、 ごぼうが 2.3g あります。で、まあ、これだけ見ればオートミールより食物繊維を多く含む食材は他にもあるだろうっていう風に思うかもしれないんですけど、大豆とかラッキョっていうのを継続的に食べるっていうのは結構きついですよね。でも、オートミールであればこの一つの食材だけで、さっき言った不溶性食物繊維と水溶性食物繊維をちょうど2対1の割合で含んでいるので、まずここでオートミールは食物繊維を黄金比の割合で含んでいるっていうことが言えます。で、ちなみに腸内環境を整えるっていうことで言うと、さっき見てもらったようにスーパー大麦に関してもかなり優秀な食材と言えるんで、このスーパー大麦を積極的に摂取するっていうのもおすすめです。で、あと食物繊維っていうふうに言えば、キノコ類とかサツマイモとかをイメージする人が多いかもしれないんですけど、このキノコ類とかサツマイモって実際食物繊維量で見てみるとオートミールには劣るんですね。なので、これまでちょっと便秘解消とかでキノコとかサツマイモを食べていた
人に関してはここで食物繊維に関する正しい知識を身につけてもらえたらなっていうふうに思います。はい、でここまでがオートミールは食物繊維をかなり含んでいる、まあ、優秀な食べ物ですよっていう話です。じゃあ次にオートミールの調理方法について解説していくんですけど、まず調理方法としては、まあ、レンジとかガス火とか、まあ、いろんな方法で調理をすることができるんですけど、一番は炊飯器で炊くのがおすすめです。で、これ炊飯器で炊いた方がいい理由としては、ロールドオーツっていうタイプのオートミールを一度に大量の調理ができて、まあ、保温できるからなんですけど、まあ、これロールドオーツっていうのはまず何かっていうところを解説すると、まず市販のオートミールには細かく刻まれているクイックオーツっていうやつと、あとオーツ麦がそのままの状態で製法されているロールドオーツっていう2種類のオートミールがあるんですね。で、それぞれの違いはもう細かく刻まれてるかどうかなんで、カロリーとか栄養素に関しては全く同じなんですけど、ダイエットの時は歯ごたえがあるロールドオーツを摂取するのがおすすめです。で、これどのメーカーを買うのがいいのかっていうふうに思うかもしれないんですけど、基本的にオートミールっていうのは、まあ、塩爆っていう麦を脱穀したものなので、メーカーごとの品質の差っていうのはほとんどないんですね。なので、オートミールは価格重視で選んでもらうのがおすすめです。で、スーパーとか薬局とかで購入することもできるんですけど、まあ、こういったところで買うオートミールに関しては量の割に意外と価格が高いのでネットで購入するのがおすすめです。で、コスパがいいものとしてはアマゾンだとクエーカーのオールドファッションオートミールとかマイプロテインのロールドオーツがおすすめです。で、マイプロテインは定期的に開催しているゾロ目セールとか月末の給料日セールだと、まあ、半額で購入することができるんで、まあ、公式スターのセールを狙って購入してもらうっていうのがおすすめです。マイプロの公式スターのセールだったり、あとプロテインを安く購入する方法に関してはすでに別の動画で解説しているんで、そっちを見てもらえると分かりやすいっていうふうに思います。はい、じゃあここから実際に炊飯器で調理する方法を解説していくんですけど、まあ、といってもこれかなり簡単で、オートミール1に対して2の分量の水を入れるだけです。で、普段オートミールは 60g で調理してるんで、まず計量カップに 60g のオートミールを入れていきます。そしたら次はここにさっきオートミールを入れた目盛り分の2杯の水をこの中に入れていきます。で、ここ注意が必要なのが、さっき言ったオートミール1、水2の分量に関してはこの重量じゃなくて目盛りで測るようにしてください。で、そしたら次はこれを炊飯器に入れて、お粥モードで炊飯していくだけです。で、もしお粥モードがない炊飯器で調理をする場合は、まあ、増水モードとか比較的低温で調理するモードを使ってもらうとうまく調理できると思います。で、あとは炊飯するだけです。これなんか53分って出るんですけど、この炊飯器自動的に調理状況を検知して、出来上がりを調節してくれるんで、いつも大体15分ぐらいで出来上がりますね。はい、で、今炊飯終わりました。ってことで見ていきます。まあ、中身こんな感じで。はい、ってことで実際に出してきます。で、今回は炊飯器で調理したんですけど、一応ガス火でも調理することができて、その場合は中火で4分間火にかけてもらえれば全く同じように調理できるんで、自宅の環境によって調理方法を変えてもらえばいいかなっていうふうに思うんですけど、まあ、個人的には炊飯器でやった方が例えば2食分とか3食分まとめて調理することができて、余った分は保温しておけば、まあ、昼とか夜とかあと1日とかであれば別に翌朝とかも食べれると思うので、その方法で調理してもらうのがおすすめです。はい、ってことで最後におすすめのレシピについて紹介していくんですけど、自分普段は基本的にシンプルに食べるようにしていて、っていうのもいくらオートミールであったとしてもいろんなものを乗せすぎてカロリーが増えてしまったら意味がないので、ブルーベリー 50g に蜂蜜を 10g 乗せてます。はい、でカロリーと栄養素に関しては今画面に出てる通りです。で、オートミールを食べ始めた時に注意してほしいのが、これいろんな食べ方で食べたいっていう風に思って、まあ、Google でオートミールレシピっていう風に検索すると、まあ、デザートとか含めていろんなレシピが出てくるんですけど、これいろんなものを乗せすぎてもオーバーカロリーになるので、ここは注意です。で、これいくらオートミールとは言っても、ダイエットの鉄則としては、摂取カロリーが消費カロリーより少ない状態っていうのをキープしないといけないので、まあ、レシピにこだわりすぎてカロリーオーバーになるっていうのは本末転倒なので、ここは注意してください。で、あと加えて調理に時間をかけすぎても、これ継続できないと思うので、まあ、オートミールレシピに関してはシンプルに続けてもらうっていうのがおすすめです。はい、ということで今回オートミールダイエットについて解説してきたんですけど、動画の序盤でも解説したようにオートミールは低カロリーで食物繊維をかなりバランスよく含んでいるので、まあ、これまで散々ダイエットに失敗してきたけど、今年こそは何とかしてダイエットを成功させたいっていう人に関してはおすすめなので、ぜひ試してみてください。で、この動画がオートミールを使ったダイエットを始めようと思っている人の助けになればと思います。以上です。このチャンネルではこんな感じで健康管理で生活改善につながる情報を発信しているので、この動画が気に入ってもらえれば高評価とチャンネル登録してもらえると嬉しいです。あとトルマンブログっていうウェブサイトも運営していて、こちらも健康管理で生活改善につながる情報っていうのを発信しているので、合わせてチェックしてもらえると嬉しいです。 YouTube ショートもやってます。フォローお願いします。ここまで見ていただいてありがとうございました。それではまたお会いしましょう。バイバイ。